自分の考えがそこまで正しいと思い込んでる上司がいます。どう騙せるんですか、うん、ち,ょちょっとこれちゃんと答えてあげたいんだけど、あのね、自分の上司が、うん、自分が正しいと思い、信じ込んでいるやつをどう黙らせるか。結果だな、結果を出す。だってそいつが言ってることじゃない方法で結果を出してみる。 前も言ったけど昔ね東芝言う前に安室奈美恵がいて俺はそれを頼まれて、えー、プロデュースをしたことがあったその時に「トライミーっていう曲を作ったうんその時に俺が、えっと、一緒にやっていた東芝のディレクターは上司に持ってったら「こんなもん売れるか!」って言われたとでもさ結果売れたじゃん ただもうもう上司ないだからそういうことが一番上司がへこむしやればいいうん、うん、そういうことをあなたの仕事の中でどういうふうに考えてどうすればそうなるのかを考えた僕の場合はあの文句を言ったやつを黙らせるためにヒットを作ることでしたあゆとあむれちゃんってライバル心むき出しでバチバチやってたんですか ああゆが安室ちゃんライバしてるってよく言われるみたいですがお互い本物スター同士なので本人たちはそうああこれねあのねみんなは今からその10年20年前を見てるからゆと安室がどうだったかっていうことはよくわからないかもしれないけれどもゆと安室っていうのはね売れてる時期はずれてんですよだから安室が売れて安室がちょっと あの下火になった時にアユがすごく売れて、アユが売れなくなってきた時にに安室が売れてっていう感じだったんで、あんまりそのライバル心ムキムキっていうのは出なかった、ただお互いやっぱ意識してたと思うけど、割と仲いいと思いますよ、あの何気に、うんうんそうし、そういうふりをしてるのかどうかも、そらく分からない、女の子のことだから。だって、アユから安室ちゃんの話を聞くこともあるから。うん なんかお互いなんだろうなスタイリストとかヘアメイクとか一緒,に一緒だったりとかさそういうことがあるんじゃないかな分かんないでもねなんか割とお互い情報してますようんエリカエリカはあいいこと考えたけどなエリカの初登場は俺のなんだエリカまあ、あんもなく開けますよ要するにいわゆるもう もう何でもなくない普通の人に戻る日が間もなく来ますうんそん時俺のじゃあダサいだろうからもうちょっとなんかいいとこいいテ,テ,テレビじゃねえかないやーなんかまあ20日か執行猶予終わんのが20日ぐらいでしょうん、うん、そっからなんかやるやるかな仲はいいけど でいいのかかなと思うからね持田さんが会長のお家で名前知ったらいいいいよ全然持ちーは来るよ全然呼んだら普通にのほうほんって来てやるだけだからいいけどまあいろいろ彼女もプライベートがあったんでねちょっとねあの YouTube 前から話しちゃったんだけどさあのー、うんしばらくやめとこうっていうことになってたんだ会長グローブの稽古ともう仲良くコラボしないですか やなやまだ病気どうなんだろうな最近行ってないんだよ大分は、うん、まあでもやっぱりいろいろ大変なところもあると思うんだよね、うん、だあんまり言わないこの辺は繊細繊細,繊細なところなので、うん、グローブ再結成は桂子さんと小室さんのわだかまりが気になりますがその辺大丈夫なんですか 恵子さんはよその女に、え恵子さんはよその女に逃げた小室さんのことを大嫌いになってしまったと思ってましたはい、次の質問。深田弓の男がおごるべき。ああ、その話ね、俺ちょっと見たけど、俺さ、ごめん。 男がおごるのが当たり前だと思ってこの58年間以上生きてきたんであの話を聞いて何を今更当たり前のことを言っているんだと思っただけでだってさ俺割り勘とかしたの高校生の時デニーズで彼女とその時の当時のね 高校2、3年生の時の彼女が半分出してくれて、嬉しいなと思ったけど、なんか嬉しいなと思う反面、もう、いや、これは俺が払うべきだなと思って、もう、女の子に、あの、基本的には、あのー、奢ったことしかないんで、何の、何、何を今さらって当たり前でしょっていう、俺が間違ってるんだったら責めてください。 わかんない、俺。当たり前だと思ってるから、男が追うのは。違うの今さ、今の時代、男が追うって、アンド前、あれだぞ、前。あの、ギャラ飲み代まで払わなきゃいけない時代なんだよ。しゃあないそういう時代の流れ。うん。しゃあない。うん。あれ会長、毎晩セックスしてるのかな毎晩する元気はないけど、毎晩したいね。気持ち的には。うん。 なんかダメですかダメですかなんかダメですかダメですか会長、いろんな車に乗られてきたと思いますが、今現在一番好きな車は何ですかすいません、もう車には全部飽きてしまいました。もうフェラーリもいりません、ランボルギーニもいりません、何もいりません。ロールス・ロイス1台でいいです。だからもう興味ないです。あのただ、まだ残っているのはラフェラーリと、 やっぱな、458スペチアーレ・アペルタっていうもうね、売ってた時は4、5000万なのに、まあ1億5、6000万する車。この2台。あと、ポルシェの GT3RS3 台でもいいかなでもそれも全部売ってもいいんだけど、だって乗らないんだもん。でもね、車はね、おかげさまで全部儲かりました。<laughs> ジョブスに会いましたかあったよ。 日本に iTunes がローンチした時にジョブスが会長の名前を出していたのであの iTunes ミュージックストアができた時に一番最初確かだよ一番最初にやりますって言ったのは ABEX だったと思うんだよねそれでスティーブ・ジョブスに感謝されて、うん、その発表会みたいな時に名前をわかんない俺名前出されたのは知らない,わかんない覚えてないけど 挨拶した握手したという思い出はありますえ俺過去パワハラセクハラ問題身近にありましたかあありますよ会社だからうんなんかさうん昔さ自分が主催で花見やったんだよね花見やって飲むでしょ昼間からそれで俺は最後までいないで途中で 帰っちゃったんだけど帰っっちゃ,った,帰っちゃった後に盛り上がっちゃってでまあなんかセクハラっぽいことを、うん、まあちょっと結構かん優秀なやつだったんだけどさ、まあ、酔っ払っちゃってそ,それやっちゃって合格になっちゃった時自分がなんか主催した花見だから嫌だなってすごい思ってそれからあまり。 そういうものに主催しなくなりました。